熱、咳、味覚異常など新型コロナウイルス感染のような体調不良を公表したタレントのミッツ・マングローブが21日、インスタグラムを更新。ミッツ同様、微熱など、隠れコロナに怯える人たちからのコメントが寄せられており、吐き出せるものはどうぞここに吐き出していって、と呼びかけた。時系列表、ミッツ体調不良のいきさつ検査受けられず自宅待機ミッツは21日に放送されたフジテレビ系、バイキングで体調不良を公表。番組にはもちろん出演はしなかったが、10日から発熱があり、咳や倦怠感、味覚異常などがあったことを明かした。番組によると21日現在は熱は36から9度、咳や倦怠感が少し残っているとし、PCR 検査は受けられていないとしている。ミッツは放送後、インスタグラムを更新し、ジョイ姿のコスプレ写真を投稿。インスタグラムには、ミッツ同様、微熱などの症状でコロナではないかと不安に思っている人たちがコメントを投稿しており、一人で抱える一抹の不安ほど心細いものはないからね。吐き出せるものはどうぞここに吐き出していってください、と呼びかけた。さらに、今しばらくは落ち着いて、自分の生命力を信じて、自力で乗り切れる人は乗り切りましょう。そしてまた必ず再会しましょう、と力強くコメント。また、ミッツ自身の体調を心配する声にも、お化けとおかまはめったに死んだりしませんから。一人時間にも慣れっこだし、とミッツ流の自虐も交えて現状を報告していた。